猟友会の方の情報で、青森市にイノシシが侵入してきたと、青森市の下湯ダムっていうところの付近で目撃情報があったと。でそれどうしたのよって南の人とか思うかもしれないけれども、青森県にはずっとねイノシシいなかったの。北限が岩手の県南とかだったんだけども、数年前、去年だか一昨年かな、八戸、ね、青森の、まあ、岩手寄りの方だよね、そこにイノシシが出たと。それ大々的なニュースになって、そういうくらいイノシシいないところだったの。青森市でイノシシ見たことなかったし、俺初めて見たのが静岡県に行った時で、まあ、それで一応防除とか習ってきたけども、青森にいねえなって思ってて、それがついに来たと。今年が去年かちょっとわかんないけども、その下湯ダムっていうところ、ね、山の方なんだけどもね、地図で調べてもらえばわかるんだけども、そこで、イノシシの目撃情報があったと。でイノシシが来ると、まあ青森の人は対策しちゃないからね、大変な目に遭うだろうなと思いながら、まあ電柵かけるにもちょっとコツはあるし、その手入れとか、まだ電柵以外のやり方とかもあるんだけどもさ、大変だなって、俺もやんやまいのかなまたと思ってまあとりあえずね、それはまた別の話にするんだけども、結局北限が今まで、まあ、岩手とか秋田とかだったのかな、それがだんだんの北上してきてるっていう、これはやっぱり暖かくなってきたからっていうこともあるよね。だからやっぱそういう風にね、動物の動きとか、その植物とか、その収穫の前もちょっと動画にしたけれども、草いちごが取れる時期が1ヶ月早くなったなとかさ、そういう風にやっぱ自然を見ていれば、やっぱり暖かくなってるなって、暖かくなってない温暖化じゃないんだとか、まあそれはいいんだけども、まあとりあえず暖かくなって、ずっと青森にいなかったイノシシが入ってきてしまったっていうことね。これはさ、まあこれから寒くなるなら寒くなるでいいんだけども、どうなるかわかんないけど、俺それわかんない、未来のことはわからないからね、とりあえず考えないようにしといて、今暖かくなってるっていうことは暖かくなってる、じゃあ今はどうするかっていうことだよね。で防除、うん、イノシシの防ぎ方も話しちゃうから、ここでさ、トンネルあるじゃん、トンネル作る時のアーチの支柱あるじゃん、あれを畑の周りにかけて、で防虫ネットとかで目隠ししたのさ。そうすると前が見えないから、そこに野菜があるって分かんないから、それでまず侵入を防げるっていう。ただそれやるってなると、畑、まあ、ここは狭い畑だからいいけど、ずらっと全部ね囲って、で防虫ネットでも別の関連者でも何でもいいんだけど、目隠しするっていうのもただでない大変な作業だし、でそれも大変だとなれば、草刈りをまでにすると、までにって言ってもそれは津軽弁だからね、丁寧にすると、草むらの中で見ていってね、イノシシが見て安全かどうかを見て、それで入ってくると。だから草むらの位置を奥に遠く畑の向こうにしてしまえば、その侵入エリア、ちょっとあぶ怖い、ね、侵入エリアを、その規制線っていうかを遠くにできるから、それも防ぐことができると。だから草刈りで電柵やったとしても、電柵もね、あれ体に毛いっぱいあるじゃん、イノシシ、まあ、クマもそうなんだけども、そこに当たっても電気通らないんだって。この鼻、イノシシの鼻に当たる位置っていうのを考えて、土のところをこうふごふごってこうやるじゃん、でそこに電柵があって、触れてビリッつって、で逃げていくっていう形だから、結構低めに10センチ20センチぐらいの高さと、もう一つ、まあ、10センチ20センチぐらい上の方に2段階で設置するっていうのをやってたんだけれども、静岡で。でもそうすると今度草がすぐ伸びてくるじゃん、で草が触れると漏電するから、電気が弱くなると。だからこれもまたまでに草刈りをして、ね、刈り払い機の刃じゃなくチップソーじゃなくてワイヤーで切るやつ、切るやつが叩いてちぎるんだけども、それを使ってバーッとしょっちゅう刈ってたね、っていう感じで手間が増えるのよね。だからこの電柵もね、強くするためにはアースを増やすんだったかな、なんかカーバッテリーみたいなもの付けだった気がするけれども、それからさ、地面の方にアース、これを何個も増やすとなんか強くなるっていうのを教えてもらって、へーって。そういうことも多分青森の人はあまり知らないだろうし、その高さとかも農家さん知らないだろうし、そのまでに草刈りもしなきゃいけないっていうことも覚えてないと思うんだよね。で、あとイノシシがさ、あれミミズも好きなんだって。でミミズが発生しないように
まあ、一ところにね、イミミズがいるのは仕方ないんだけども、例えば草刈るじゃん。でそれを堆積しておくと、積んでおくと。そうするとその下にミミズが集まってきて、それをめがけて、イノシシがやってくる。で、大体そういうふうに草刈りして、置いてある場所って畑の近くだったりするから、そこでミミズ目的に来て食べて、ああ、あそこにカボチャがあるじゃねえかとかさ、あの芋があるじゃねえか、つって食べていくとか。だからそういうふうにイノシシが寄ってくる要因を、草むらをなくしていく。で、目隠しして見えないようにするとか、刈った草を山盛りにしとかないで、ちゃんと、なんか畑の違うところに持っていくとかして、あの、ミミズを発生を抑えるとか、電柵もね、高さちゃんと鼻に当たる位置でやるとか、そういうノウハウを、青森市の人はまだ知らないと思うんで、農家さんはね。俺は一応やってきて、まあでも、ずっとやってきたわけじゃないから、2年しかやってないから、曖昧なとこもあるからね。だからこれからどんどん大変になっていくだろうなって。とにかくイノシシ来ればね。もう、まあ温暖化してるかどうか、それをどうするかだこだって言ってもしゃあないから、もう来てしまったものは来てしまったから、その対策も考えなきゃいけないなって思っています。で、さ、イノシシの話でまた一つ面白いのを思い出したんだけれども、あいつらさ、芋食うんだけど、高い芋から食っていくってさ、あの、教えてもらって、あの、芋でもほら、じゃがいも、さつまいも、里芋とか山芋とかじゃん。で、食べるのが高いものから順番で、山芋食って、里芋食って、さつまいも食って、じゃがいもだったかな。まあちょっと、里芋とさつまいもがどちらか忘れたけれども、とにかく高いものから食っていくってさ、のを聞いて、まあ山芋は山の中にあるから、普段から食ってるから好きなのかもしれないけども、まあそういうふうに高いもの、高級な芋から食っていくっていうようなグルメな一面もあるんで、鼻もいいしね。うん。あいつらも豚だからもしかするとトリュフとか探すのかな、もしかすると。日本のトリュフ生えてるっていうから、鼻がいいから結局その美味しい山芋だとか、さつまいもだとかね、わかるんだろうけれども。で、なればやっぱり、うん、対策しないとダメかもな。うん。で、去年ね、さつまいも、とある社長とやってるところで取れたと植えてたさつまいも、猟友会さんに行ったら、それイノシシだと。ね、イノシシだって。え、なのってね。クマだと思ってだったら、イノシシだってさ、話になって、わー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 って、もうすでに、俺の関係してる畑の近くに来てしまっているっていう状況なのね。まあ、とりあえず、まあ、イノシシの思い出防ぎ方とか、そういうのね。まあ、でも専門家ではないから、2年間やってきただけで、全然それから10年はここ、青森でイノシシ見てないし、姿形もなかったんだけども、ついに来たっていうことで、まあ、動画にしたんだけども、まあ、そういうやり方。まあ、草刈りはまでにして、草むらを少なくする。例えば今、この動画の、今見てた方向で言うと、あの、今、ブドウの、単価の奥草むらになって隣の畑なんだけどもさ、もう、まあ、放棄地になっちゃってるんだけども、ああいうところが草むらになってるじゃん。あそこまではイノシシ来ると。で、そこから覗いて安全かどうかを確認して入ってくるみたいなね。だからあの草むらをどうにかする。まあ草刈ってもいいとは思うんだけどもね。まあここはまだ来てないからいいんだけども。で、ああそう、もう一つまた思い出したんだけども、その草むらの中からお母さんイノシシかな、お父さんイノシシ、お母さんイノシシ子供を連れてくるじゃん。で、子供をまず遊ばせて、で安全かどうかを確認してから出てくるだっていう話を聞いたのね、静岡にいる時にね。どんな親やと思ってさ、ね、子供遊ばせ安全かどうかを確認してから自分が出ていく。まあそれも自然の中の厳しさなのかなと思いながらもさ、ね、イノシシの話結構面白いなと思って。で、まあ最後に言えば、イノシシね、本当に怖いから、俺も90キロぐらいあるくらいのオスのデッキやつとさ、15メートルぐらいの場所で退治してさ、退治叩くじゃなくて、もう相対して、で、お互い固まってさ、15秒ぐらい固まってさ、で、向こうがバーって逃げてったから終わったんだけども、突っ込まれたらどうしようと思って、こっちは身構えてたんだけども、本当に怖い。90キロの、ね、俺も90キロぐらいあるんだけども、あの、で、こっちの方が体重は同じぐらいで、身長180から182センチ、どの辺だか忘れたけども、あるんだけども、向こうの方が絶対筋力多いから、怖い、本当に怖い。だから、イノシシがいるようなところには近づかない。で、やっぱり夜が結構出てくるからさ、昼間はあんま見なかったな、夜だったな、見たのはね、静岡行った時。だから夜は不要意で歩かないって、街中だからって注意して、警戒を怠らずにね、
いた方がいいかなって思います。青森市はまだいいかもわかんないけど、あと数年で街中出るかもしれないし、まあどうなるかわかんないけども、南の方は、イノシシの方、日常茶飯事だと思うんで、気をつけて農作業に当たってほしいなと思って動画撮りました。ここで、俺もまさか青森で対策する、考えなきゃいけない時期が来るとは思ってもいなかった。けれども、早めにそういう猟友会の人と繋がって情報入ってきたんで、まあよかったかなって。いきなりやられてからどうだじゃなくて、いきなり出会って襲われたとかの前に心づもりもできた、対策もできたんで、まあ、とりあえずそれは良かったかなと思って、皆さんも気をつけてね、農作業当たってください。まあ以上で終わりにしたいと思いますけど、本当にね怖いからね、警戒に警戒を怠らず、やってきてください。今は山からいっぱい生き物降りてきてるんで、より出会いやすくなると思うんで、十分に気をつけて生活してください。